就活中の若者による就活中の若者のためのコーナー、その名も頑張れ天勝。天勝くんは佐世保市出身の大学3年生。 SNS で企業の情報を発信するなど若者の支援の活動を行っています。県内企業を訪問したり、長崎で就職した先輩に話を聞いたり、長崎で就職することを視野に入れて活動してきた天勝くんですが、最終回は気になる業種で模擬面接です。早速長崎県内就職応援サイト N ナビを検索することに。普段から動画を作ることが多い天勝くんが気になったのは映像制作の会社です。長崎市金谷町にある KTN ソサエティ。テレビ番組や CM、イベントの企画運営やオンライン配信などを行っている長崎の企業です。今どういったことをされてるんですか？あ、これはキャラクターでこう喋ってるんですけど、はい、自分のカメラがここにあって、はい、で映った自分のカメラでキャラクターが動くようなソフトを使ってまして、こういった形でまばたきしたり走らせたりとか。職場見学もそこそこに、模擬面接に挑戦してみよう。面接会場には社長をはじめ役員がずらりと並び、緊張感に包まれていました。失礼します。それではまずですね、志望動機、それから自己 PR を。私は学生時代にゼミの活動だったりだとか、学生団体の活動で地域に密着したことだったりだとか、長崎の企業様の PR を行う動画だったりだとか、長崎の PR を行う動画だったりっていう活動を行ってきました。で、御社は長崎に密着した番組であったりだとか、長崎県と連携した事業をたくさん行われ、やられており、私のやりたい長崎の魅力を発信したりだとか、長崎と密着した活動、地域に密着したお仕事っていうのが私この御社だったらできるのかなというふうに思い、志願いたし、志望いたしました。はい、この長崎のですね、企業を選ばれた、はい、理由、それをお聞かせいただけますか？はい、もちろん都会に行って仕事をしたり働くことも、まあ、選択肢としてはあるとは思うんですけど、長崎だったりそういう地方にいて、いろんな人と密にコミュニケーションをとって、自分ができることってなんだろうとか、この地域のここの課題ってこういうことなんだっていう、地域に密着して仕事をするって活動をするっていうことが自分にとってすごい好きなことで、これからも自分が住んでいた長崎をどんどん良くしていきたいなっていうふうに思っていて。天勝くん、お疲れ様でした。模擬面接どうでしたか？いや、めちゃめちゃ緊張して、途中で自分が話してること何話してんだろうって、話してる中であれ何聞かれてたっけっていうふうに思って。そんな天勝くんに面接官からアドバイスを。とにかくゆっくり話すこと、はい、ゆっくり話さないと説得力がないし、はい、分からないと、はい、あとですね、こういう方に失礼なんですけど、ちょっと話が長いなという、ちょっと要点をまとめてですね、こう簡潔に言える部分も質問の中にはですね、はい、あったのじゃないかなというふうにちょっと、思いました。勝木さんのお答えはすごくいいことをおっしゃってるんだけど、はい、文章がずっとつながってて、はい、何かこううまくこうポイントをつかめないっていうか、うん、だから結論を言って、はい、こう考えるにはこういう理由からですと、はい、まあ、そういった伝え方がいいかなと、はい、結構厳しいアドバイスでしたが、面接の受け答えは何点でしたか？今日だいぶ緊張されていたので、その辺を差し引いても、でもすごく好感の持てる、非常に熱意が伝わってきました。でやっぱりあんまりこう自分をこう飾ろうとせずに、はい、まあ、ある程度自然体で、はい、やっぱりこう自分のこう身の丈より高いことをこういろんなことを言ってしまうと辻褄が合わなくなったりするので、はい、自分の目線でやっぱりお話をするっていうことが大事なんじゃないでしょうかね、はい、非常に好感持てました。70点は超えてると思います。ありがとうございます。天勝くん、コーナーを振り返ってみてどうでしたか？やっぱりいろんな知らない企業を見て、なんか長崎にもすごいたくさんいい企業っていうか魅力がたくさんある企業さんっていらっしゃるな、いるなっていうのが印象的でした。
ぱり自分にできることってすごい限られてくるかなとは思うんですけど、自分のできる範囲でできることをと長崎のためにじゃないですけど、どんどん長崎を盛り上げていけるような人材になっていきたいなというふうに思います。長崎での就職頑張ります。頑張れ天勝。